ウィリアム・ジェームズ・サイリズ、ウィリアム・ジェームズ・サイリズ、ウィリアム・ジェームズ・サイリス、1898年4月1日から1944年7月17日は、アメリカ合衆国の数学者。幼い頃は、振動として知られたが、長鶴に及んで、イントン生活に入り、数学の世界から引退してしまった。晩年は、ジョン・ダブリュー・シャタッケやフランク・ファルーパなど、 複数の偽名を使って、数学以外の領域で仕事をしたが、その詳細はほとんど判明していない。ニューヨーク生まれ。父は、ウクライナ系、母は、ロシア系のユダヤ系移民である。父ボリスサイリズは、心理学者で、農民に読み書きを教えることを禁ずる法を破ったために、政治半年、迫害を受け、1887年、帝政ロシアから米国に移住し、 ハーバード大学で心理学を教えるとともに精神分析家として患者の治療に従事して多数の著作を残した。母サラは旧世マンデルバウム1889年にポグロムを逃れ、やはりロシアから米国に移住した。彼女は学校教育を受けたことがなかったにもかかわらず、夫、ボリスの個人教授を受けて医学部に学、医師となった。 ウィリアムが誕生すると、息子の教育に専念するために医師を辞め、専業主婦となった。ウィリアムの名前は、ボリスの友人で同僚のウィリアム・ジェームズに由来している。ボリスとサラは、息子を育てるにあたって、一切の罰を与えることなく、早期英才教育によって、知識欲を植え付けようと考えていた。これは、当時としては、非常に珍しい考えだったので多くの批判を受けた。 にもかかわらず、両親の教育のおかげでウィリアムは、生後18ヶ月にして、ニューヨークタイムズを読むことまで、家読症、2歳でラテン語を、3歳でギリシャ語を読書した。4歳で解剖学に関する学術論文を、執筆した。8歳までには、8つの言語、英語、ラテン語、ギリシア語、ロシア語、ヘブライ語、フランス語、ドイツ語、そして彼自身が発明した言語である。 ベンダーグッド語で複数の本を執筆していた。このほか彼の幼年期については次のエピソードが記録されている。8歳でハーバード大学に願書を出した時、学力は十分だったにもかかわらず入学を拒否されたが、やがて早熟児のためのプログラムが始まったため、11歳で再度ハーバードに志願して入学を許された。数学教授たちの前で四字元体に関する講義を 行い、高く評価された。た。彼はは、当時、ハーバーバド入学者の中では史上最年少だったこの講義の後、MIT 教授のダニエル・コムスティックは、ウィリアムこそ20世紀最高の数学者になるに違いないと予言した。軽量心理学者、エイブラハム・スターリングは、ウィリアムの知能指数を250から300と測定した。ハーバードには、当時ノーバート・ウィーナー、 リチャード・バック・ミンスター・フラー、ロジャー・セッションズといった複数の振動が在籍していたが、いずれもウィリアムには及ばなかった。1914年、ウィリアムはハーバードを組むラウデイ3段階の優等中、第3段階。大学卒業生の大半はこの成績の成績で、卒業したが、この時まだ16歳に過ぎなかった。1914年、テキサス州ヒューストンのライス大学で、 数学教授に就任。しかし一年もしないうちに、大学や学生たち、ウィリアムよりも、はるかに年長だった絵の不満が募り、辞職して、ボストンに帰郷した。1916年9月、彼は、ハーバード大学ロースクールに入学したが、1919年3月、成績優秀だったにもかかわらず中退している。1919年、社会主義者、無神論者、 ソビート政治の支持者だった彼はメーデーの反徴兵パレードに参加したために逮捕された。1918年の治安妨害法が適用され、良心的兵役拒否者として、懲役18ヶ月の実刑を言い渡されたが、両親の奔走で習慣は免れた。しかしその代わり、両親がカリフォルニア州に所有する夏の別荘に1年間遊兵された。1921年、 東海岸に戻ると、彼は殻の中に閉じこもり、計算機の運用といった半端な仕事に従事するようになった。そして、路面電車の切符や鉄道雑誌を収集する趣味に没頭した。少数の友人と共にサークルを結成し、独自の視点による米国史を内輪で抗議することもあった。このことを、かつての振動の没落として面白おかしく書き立てたのが、 ザニューヨーカー氏だった。彼はプライバシー侵害で同志を提訴し、7年間争った末、1944年に連邦最高裁で敗訴した。地裁と高裁では彼は公人と判断され、プライバシー権を認められなかったのである。その後まもなく、1944年に彼はボストンで脳卒中により46歳で死去し、 父の眠るポーツマスのサウス墓地に埋葬された。彼はしばしば大人になってから成功しなかった振動の見本として引き合いに出され、早形再教育の無意味さを裏付ける材料として論じられることがある。彼と同様に、東欧系ユダヤ人の二世として生まれ、ハーバード教授の父から早形再教育を授けられてハーバードに学んだノーバート・ウィーナーは一歩間違えれば、 自分もサイディズと同じようになっていたかもしれないという恐怖感を持っていたと言われる。しかし彼の能力が成人した後もなお天才的であったことは事実であり、能力面ではそう経済教育の意味がなかったとは到底言えない。むしろ精神的な有害さが指摘されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。